はいどうも、セブンナイツおじさんでございます。セブンナイツやっていきます。はい、まあね、昨日の生放送でもねあったんですけど、バージルかなり使えそうだなと思いました。バージル入りのボス戦で209万9000出せたので、バージル入れてやると結構いくんじゃないですかね。これはボス戦とかのパーティー見れなくなっちゃったんで、ちょっとね、どういうパーティーしてるかわかんないんですけど、多分今400万とか出てる人はボスバージル入れてんじゃないかなと思います。で、今回もアリーナをやっていきます。昨日なんとか4408まで上がってこれました。でスパイクがだんだんね、少しずつこのパーティーに馴染んできたのかなと思ってます。で、まだね、増幅のルーンがね足りないんですよね。防御でヒットポイントだけでも欲しいんだけどね。まあそこら辺はちょっとまあ頑張っていこうかなと思います。まあもうあんまり SP 売れないんでね、もういつ4体以上になったものしかちょっと売らないつもりなんで、これからは。うん、だから思考も取っとこうかなと。多分夏ってか8月9月ぐらい何か起こるんじゃないかなと。はい、というわけでね、早速挑んでみたいと思います。まだ110戦しかしてないんでね、頑張りたいと思います。対戦よろしくお願いします。トーヤムアさん、帰るパーティーですね。弱点攻撃しっかりハマってますね。スターホール来たな。さあこっちは何で返す。あー、総評爆弾で返そう。ダメか。なんかな、エヴァンが、まあ優先度高いのは分かるんですけどね、すぐ使っちゃうんですよね。ボタ、よし、これで少し落ち着いて戦えるぞ。わあ、沈黙した。これ結構きついな、状態以上これだけかかると。タイラン斬撃使えなかったりすると、攻撃回数がね、どうしても足んないよね。こいつら打撃回数免疫じゃないから、こういう時にね、スパイクじゃなくてジェイブの方がって思っちゃうんだけど、反撃少し入れてるから反撃もうちょっとしてくれてもねいいんだけどね。いいぞ、オッケー、危なかった。危なかった、ほんと。スニッパーにね、殺されたら結構辛いんでね。あと、カリンが復活してきてほしい。強い流星群。あ、でも死んでもらってもいいか、カリン。あ、これでカリン倒れますね。 OK、 これで復活して回復。よし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 、もうこれあんま関係ないんで、証拠全部次食らうときはあのスパイクも沈黙しちゃう可能性あるから、その前に倒せば OK。まだ大丈夫か。うわ、また凍らしちゃったな。でもいいんじゃないかな。オッケーオッケーオッケー。でスパイク戻って、スパイクじゃねえや、あのスニッパー戻ってこい。スニッパー違うか、さすがにスニッパーじゃなくてこっちが戻ってくるか。
で、大画弾が残ってるから、次大画弾打つよね。もしかしたら大画弾でボンと倒せるかもしれない。大ガナ打ってほしかったな。でもまあスキルは残って、あー待て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 、あ2個か、大丈夫、生き返る、総評爆弾か、なんとか倒すだね。よしよしよし、なかなかちょっとうまくはまった感じですかね。まあでも時間かかってるけど、オッケー。いや今週は本当にね、頑張んないといけないんでね、動画外でも結構、アリーナ回していくつもりなんでね、昨日は4300台を、まあ、動画でお届けして、今日はね、4400台をね、お届けできてるんで、まあ、いい感じかなと。クリスだよね、あれ。よし。いいね。この後に、あーダメだな。ダメだな。感電とかの免疫入れんのやめようかな。麻痺にしようかな。だから石化とね、麻痺がね、ついてるやつがないんですよね。お互いエヴァンがね、動けなくなってるんで、まあ。まあね、五分五分っていう風に見ますか。悟空黙らせようぜ。来ちゃった。悟空黙らせようぜ、悟空黙らせよう。ああ、まあいいか。そう、平らなのがいいんだったら。よし、悟空黙った。そしたらもう総評爆弾がいいな。弱点装備の意味ある？本当に。いい感じだぞ。いいぞいいぞ。そうそう、そういう感じで動いていこう。ガンガン動いていこう。234円ショップって何が売ってるんですかね。ちょっとすごい気になるな。3の前で倒したのはいいね。2の前が残ってるから。 OK、 2の劇だ、間違えちゃった。オッケーオッケーオッケー。エヴァン復活した。お互いの復讐の剣。でも今んとこ俺が優位なはず。ただ孫悟空の復活タイミングだよな。あ、オッケー。このタイミングだったらなんとかなるだろう。いけスパイク。オッケー。お、いいね、石化したね。いいぞいいぞ。あ、別にもう倒しきらなくてもいいんで、最終的に勝てば。今残ってるやつをどんどん倒していけばいい。特にエヴァンとかね。エヴァンはちょっと残ってると厄介なんで。カリンは一回死んでも生き返れるんで、まだ。
倒せないか。倒せないか。反射で倒れた。いったかな。オッケー、ギリギリ倒した。スパイク長持ちするな。大ガタンいけ、大ガタン。防御バフないから大ガタン一撃で倒せんだろう。で時間切れナイスありがとうございました。4444。もう一勝してね、勝ち越しはゲットしたいところですね。対戦よろしくお願いします。カエルパーティー、オッケー。あー、リコ星が来たか。まあ、キリエルとエリシアいないからデバフかけられることはないので、そこは安心ですね。これはちょっと外れだな。下のスキルからの方が免疫外しやすいから注目すんなよ。特にカルマ、うわー、カルマが沈黙した。これで伸ばされちゃうもんな、スパイクが。きついな。これしかもカルマがいるから通常攻撃通らないんですよね。攻撃パシブないからあんまダメージ来ないけど、大ガダン行けば結構ダメージ入んじゃないのこれ。あ、ソフィア爆弾でもいいダメージ出たな。凍結免疫なのかな、もしかしたら。クラハント。3回目の証拠旋風。残りがスニッパーとリンとカルマか。スニッパーが癖者だな。貫通じゃないからあれだな、抑えられちゃうね。もうエヴァンやる気満々なんだけどね沈黙のせいで何もできない。沈黙復活した。でもダメージ当たんないねこれは。まあ、これも時間切れで終わりそうだな。
OK、多分あれ石凍結溶けたら倒れるんじゃないかな。大画弾だったから。大画弾って 280% の物理ダメージ書いてあるんで通るんじゃないかな。だいぶスパイクが仕事してくれるようになってきたな。嬉しいことですが、あなたに天罰を。まあちょっと長くなるからな。5、30、5、3、やっぱ3試合ぐらいしか無理かな。まあでも3連勝できたんでね、このパーティーがだいぶハマってきた証拠だと思うんでね。はい、まあこの後の 2本はね、動画外でやっとこうかなと思います。で、まあとりあえず今日は4500からマス2を目指してこのまま突き進んでいきたいなと思います。でね、かっこいい、明日の動画の出し方は、ここでマス2になって、明日動画出せるっていうところだと思うんですけどね。まあ、そううまくはいかないと思うんですけど。あらら、ちょ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 。ちょっと頑張りたいと思いますんで、応援の方、ぜひよろしくお願いします。応援のグッドボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。バイバイ。